こんにちは本日は IIJMIO サプライサービスが8月12日から販売するシャ o ミ m 製スマートフォン PocoF4GT についてお伝えしますこのスマホなんですけれどもキャンペーンを利用することで8月31日まではお得に購入することができますまず最初に IIJMIO のお知らせを見ていきますその後にシャ o ミ m のサイトでシャ o ミ m の PocoF4GT がどんなスマホなのかを見ていきたいと思いますこちらの動画をご覧ください こちらは IIJ MIO のお知らせです。IIJ MIO サプライサービス、Poco F4 GT Nursing Phone 1販売開始の撮影。この度弊社では IIJ MIO サプライサービスにて、Xiaomi 製スマートフォン、Poco F4 GT 及び Nursing 製スマートフォン Nursing Phone 1を販売します。Poco F4 GT は2022年8月12日より、Nursing Phone 1は2022年8月19日より、それぞれ販売を開始します。 また、両端末ともに2022年8月31日まで実施中の乗り換え応援キャンペーン、スマホ大特化セール及びご愛願感謝キャンペーンの対象端末に追加いたしますとなっていますね。えー、提供端末及びキャンペーンの詳細、IIG 名サプライズサービス提供端末追加ということで、えー、シャオミー製のポコ F4GT、2022年8月12日10時から販売開始ですね。 通常価格は1回払いで65,980円となっていますそして乗り換え応援キャンペーンスマホ対特価セールキャンペーン間はでに始まっていまして8月1日から8月31日までですねそしてポコ F4GT ですけれども1回払いだと通常65,980円ですけれども特別価格で1回払い45,980円になりますこれはですね MNP で機種変更した場合にこの価格で購入できるというものですね。そしてもう一つ、いがん感謝キャンペーンですね。これもすでに始まっていて、8月31日までですけども、えー、こちらはですね、えー、すでに i i g m o モバイルサービスを利用中の方ですね、選べるいいギフトがあプレゼントされるというものです。ポ o c o F4 GT ですね、えー、この端末を購入した場合ですね、1万円分の おいいギフトがもらえるというものですね。こちらは、Xiaomi の Poco F4GT を紹介しているサイトです。まず概要ですね。Poco F4GT。The Apex of Power。想像を超えるパワーをここに。4nm Snapdragon 8 Generation 1フラグシッププロセッサー搭載。120W ットハイパーチャージ急速充電。120Hz UQL。AMOLED フラットディスプレイ。 4nm スナップドラゴン8ジェネレーター1フラグシッププロセッサー搭載次世代 CPU と GPU を搭載した Quarcom 初の 4nm チップセットによりパフォーマンスを高め消費電力をさらに低減日常使いでも壮大なフィールドで戦うゲームでもこれまでにないスムーズなパフォーマンスを実現します真のポテンシャルを発揮する リキッドクールテクノロジー3.0多層冷却ソリューションデュアルベーパーチャンバーを6904 m m 平方メートルの特大グランフェン層及び 3D 光質力グラファイトやその他の革新的な素材とともに使用することで内側から外側への複数層により熱が効率的に伝わります強力な温度制御によりスナップドラゴン8ジェネレーション1が真のポテンシャルを発揮します フルパワー LPDDR5 プラス UFS3.1 あなたのパフォーマンスはさらなる高みへ超高速グラムとロムでゲームやエンターテインメントまたは日常使いでも最適な素早くスムーズなパフォーマンスを実現負荷のかかるゲームアプリでも瞬間的に色ができるためプレイのチャンスを逃しませんマルチリンク5.0テクノロジーネットワークをでに高速で安定した状態に保ちます ポコ F4GT は高速で安定したオンライン体験が得られるように自動的に 5G セルラーネットワークと Wi-Fi ネットワークとの最適な接続に切り替わります。ゲーム専用のアンナによりゲーム中のレイテンシーを効果的に軽減。ランドスケーブモードでのゲームのネットワークパフォーマンスが強化され高速インターネット接続を常時確保します。120W ハイパーチャージ急速充電。大容量 4700mAh バッテリー。 120W ハイパーチャージ急速充電により、デュアル充電ポンプ、デュアルセルバッテリー、マルチタブワインディングテクノロジーを活用し、わずか17分で100%充電ができます。負荷のかかるゲームをプレイしながら充電しても、わずか27分でバッテリーが100%に達します。スマート充電ソリューションで安定した充電。バッテリーの寿命をさらに伸ばすため、POCO F4GT は夜間の充電ルーティンを学習する機能が備わっています。睡眠中はバッテリーに優しい80%の充電量を一定に保ち、 翌朝起きる直前に充電が100%に到達しますディスプレイメイト A プラス評価のフラットアモルファース LED ディスプレイプロゲーマー向けのプロ用ディスプレイ6.67インチのフラグシップディスプレイはゲーム用として特別に設計されており最適な色精度キ度とフィーリング低の感触を備えています電源オンにしてライトアップした瞬間全く新しい色の世界が広がります対戦相手を一歩リードする プログレードのゲーミングディスプレイ最大 120Hz のリフレッシュレート滑らかで鮮やかなビジュアル体験で画面内のディテールを見逃しません最大 400Hz のタッチサンプリングレート高感度であらゆるタッチ操作に反応ゲーム中のあらゆる動きについていきます超解像度のタッチ感度画面コントロール精度が10倍通常の画面コートの10倍の精度により画面でのゲームコントロールの速度と安定性が向上します 1920Hz PWM 超高。外出を損なわず目に優し最適化。さらにこのディスプレイは低光量での使用に最適化されており、低光量環境での点滅による目の区快感を大幅に削減します。コンテンツへのさらなる没入感を生む左右対称のクワッドスピーカー。独立したデュアルツイーターとデュアルウーファーを搭載したクワッドスピーカーステオソリューション。 サウンドのディテールにこれまでにない見ロさと優れたステレオフィールドが得られます。ゲームをしているときも、音楽を聴いているときも、映画を見ているときも信じられないほどのパフォーマンスを発揮します。3つのサウンドクオリティ認証を取得。ハイレゾオーディオ、ハイレゾオーディオワイヤレス、ドリビーアトモス。スリーマイク設計によりゲーム中のあなたの声がスムーズに伝わります。 専用のゲーミングマイクが側面に移動されているためゲーム時にスマートフォンを横にしても手でマイクが塞がれる心配はありませんあなたの声がいつでもチームメイトに届きます未来的なディテールを繊細にちりばめたメタリックスタイル AG ガラス素材によるデリケートな感触先進的なディテールよりパワフルでメタリックスタイルのデザインに仕上げていますまたカメラデザインはライトアップも含めて非常に美しく斬新なデザインとなっています XFactorRGB ゲーミングライト着信メッセージ家庭充電ゲームターボモードをライトアップライトニングフラッシュ雷のようなユニークなフラッシュ設計で暗闇に先光を話しますまるでゲームコントローラースムーズな使用感のマグネット式ポップアップトリガー搭載 POCOF4GT のポップアップトリガーは男性シリコン素材を使用しており軽い手触りが特徴8個のマグネットによりスムーズで効果的な駆動力が得られ 低レイテンシーと高速フィードバックによりあなたの戦闘レベルが瞬時に上がります。100プラスマグネット式ポップアップトリガー Google プレイの100を超えるモバイルゲームでテスト済み便利なショートカットポップアップトリガーはゲームで有利なだけでなく生活の手間を省くこともできます複数の機能から選択してショートカットを設定できますスムーズで目立たないデザイン 日常使いではポップアップトリガーを本体に格納して目立たないようにすることも可能。わずかにスライドするだけでゲームモードに切り替わるので瞬時にヒーに飛び出すこともできます。サイバーエンジン超交代機エクシクリニアモーター。アンドロイドではおそらくこれまで最大の x g ックモーターを搭載。560立方ミリメートルの超大型先進成功設計。5GPP を超える過度振動により、 これまで以上の幅広い振動を体験でき、よりリアルな振動フィールドバックとなり、ゲームコントローラーのような体験が得られます。モーター振動エネルギー、超高代機 X 軸リニアモーター、5.12GPP。ゲームターボ、便利なゲーム機能も各種搭載しており、あなたの勝利に向けてパワーアップすることができます。1.5メーター、L g 型充電ケーブル、充電充電もコネクターに邪魔されずにプレイできます。 ソニー IMX686 搭載。約6400万画素メインカメラ。素晴らしい景色をその手に。ソニー IMX686 センサーは、リアルタイムで約6400万画素に対応、ハードウェアリモザイクをサポートします。超高解像のため、編集などの後処理やトリミングも手軽にできます。約6400万画素のメインカメラ。約800万画素の超広角カメラ。約200万画素のマクロカメラ。 フリッカーセンサー、フラグシップフリッカーセンサーにより画面やライトをキャプチャーするときにクリアで揺れるない画像を実現しますより一層パワフルな機能 NFC アップグレードした IR ブラスター MUI13 側面指紋認証センサー コーニングゴリラガラスビクタスプレミアムオフターサービスご購入後6ヶ月までの期間破損した画面の無料交換サービスを実施いたします1回限りですね次にポコ F4GG のスペックですね色は3種類ありますねステルスブラックナイトシルバーサイバーイエローストレージ及びラム 8GB プラス 128GB もしくは 12GB プラス 256GBLPDDR5RAM プラス UFS3.1 ストレージですね製品サイズ高さ 162.5mm 幅 76.7mm 厚さ 8.5mm 重量は 210g プロセッサースナップドラゴン8ジェネレーター14ナノメーター製造プロセス CPU オクタコアクアルコム クリオ CPU 最大三点ゼロギ0 g ル z GPU クワルコムアデレノ GPU AI や第7世代クワルコムの AI エンジンスナップドラゴン X65 六十五フ 5G モデル冷却システムがリキッドクールテクノロジー三点ゼロディスプレイは六点六7インチ有機キー L これはアモルファス LED ですねフラットディスプレイ解像度は二千四百0ける千八十 FHD プラス アスペクト比は20対9。リフレッシュレートは最大 120Hz。タッチサンプリングレート最大 480Hz。軌道 HBM800 ニッツ標準値。コントラスト比は500万対1。色は10億7000万色。DCIP3 高色域。HDR10 プラス。デルタ E 0.30。JNCD 0.18。1920Hz 高周波 PWM 超高。 コーニングゴリラガラスビクタスツルーカラーディスプレイサンライトモード読書モードディスプレイメイト A プラスバッテリー及び充電 4700mAh 標準値バッテリー 120W ハイパーチャージ急速充電 120W 急速充電対応充電器同梱リアカメラ約6 5 0 0万画素プラス約800万画素プラス約200万画素のトリプルカメラフリッカラーセンサー 約6400万画素メインカメラセンサーモデル IMX686 センサーサイズ1.73分の1インチピクセルサイズ0.8ミクロン1.6ミクロン絞り F1.9AF モード PDAF 約800万画素超広角カメラ絞り F2.2FOV120 度約200万画素曝露カメラ絞り F2.4 リアカメラの写真撮影機能ナイトモード フォトクローンエアカメラの動画撮影はあこちらに対応してますねフロントカメラ2,000万画素フロントカメラセンサーモデル IMX596 絞り F2.4 セキュリティと認証サイド指紋センサー AI 顔認証6解除ネットワークと接続デュアル SIM5G+5G ネットワーク帯域はこちらですね アイラスネットワークは Bluetooth 5.2 wi、Wi-Fi が 6E ですね、6E、2.4ギガヘルツ、5ギガヘルツ、6ギガヘルツ。Wi-Fi プロトコルは 802.11a、b、g、n、ac、ax。振動モーターはサイバーエンジン、長方台形 X 軸リニアモーター。NFC は Google p l a をサポート。ナビゲーションと速位は GPS、L1、L5、クローナス s G1、ガリレオ、E1 プラス、E5A、Baidu。 B1i プラス B1c プラス B2a。オーディオは左右対称のクワッドスピーカー,、えー。こちらのオーディオ形式をサポートですね。ドルビーアトモス。ハイレゾオーディオ認証。ハイレゾオーディオワイレス認証。ビデオはあこちらに対応ですね。あとセンサーは近接センサーなどこちらに対応しています。あと OS ですね。OS は Android 12ベースの m i UI の 34POCO。パッケージ内容はこちらになっています。 以上です。いかがでしたでしょうか。Xiaomi の Poco F4 GT。かなりハイスペックなスマホで、ゲームなど負荷がかかることをするには良さそうなスマホですね。私もこのスマホを色々調べていたら、欲しくなってしまいました。ただ、MNP で購入したとしても、45,980円ほどかかりますので、すぐに買うにはちょっと勇気が必要ですね。まあ iPhone とかよりは安いので、ゲームをやりたい人にはお買い得かもしれませんけど。 今回の動画は以上で終わりです。ご視聴ありがとうございました。